ントランスオブザフォレストのおしゃべりオブザフォレスト。もう佐藤テロライって書いたタオルめちゃめちゃ持ってる人だったもんな。あ、そらな。うちはね、今あの茶梅のピンクのタオルと、はいはいはい、糸原の黄色のタオルが、佐藤君買いに行かな。どうもこんにちは、エントランスオブザフォレストでございます。阿部でございます。高木でございます。今回ご紹介するのはですね、こちら、ジャムペダルスのですね、ラトラープラス、まあ、ラトラーっていうぐらいなんでっていう言い方もあれですけど、うん、いわゆるジャムペダルス的ラットの、うん、まあ、ディストーション で、うん、でそのプラスっていうのがここにあるエクストラゲインスイッチというのが、まあ、ここに、まあ、後で見せますけどついてまして、はい、これをあのパチッとすると通常のラトラーよりもゲインがバーンと上がって、うん、でその分抜けるためにミッドハイもちょっとクンと上がってみたいな、あの通常のラトラーを、まあ、プラスエクストラゲインしましたバージョンですね、うん。でこのメーカーもね、ヨーロッパ、ギリシャやったり、うん、ギリシャね、あのいろんなエフェクター出してるんですけど、まあ、結構ほんまにどれもツボで、うん、もうここのね、ウォーターフォールっていうコーラス、これも前持ってたんですけど、うん、あのピンクフロイドごっこするときはもう絶対にいるみたいなこれであなたはもうデイブ・ギルモアみたいなエフェクターで、うん、あとあの地味編の顔を描いたファズとかね、うん、あとあのチューブスクリーマー、さっき言ったね、うん、あの電球の絵描いたやつとかめちゃめちゃ良かったですし、あとあの何やったっけな、ラクダの絵描いてたやつ、ディレイ、あー、ラマー、ラマー、あれもね、一回持ってる人に借りて使ったことある。めちゃめちゃ良かった、アナログディレイ、そうそうそう、めちゃめちゃ良かったですね。掃除していいよね、はい、掃除ていいです、うん、このメーカーで、ここのメーカーもね、言うて安いんですね、うん、あの定価でなんかもう2万円台後半からなんかそんなに5万とか6万とか絶対なくて、うん、すごいあの割とね、高校生でも買えるような値段で、うん、すげえいいもんでばっかりなんで、あの最近あんま見なくなったんですけどね、全然普通に売ってるんで、うん、もし気になることがあればちょっとね、試していただきたいなと思います。じゃあちょっと音出してみますかね。リアですね、ディストーションなんで、はい、パチ、エクストラゲインスイッチ、これなんですけど、これオンにしたいと思います。で今全部12時でこんな感じです。エクストラゲインスイッチパチ、ノーマルパチ、エクストラゲインスイッチパチ、で、うん、やっぱりこうグンとな、うん、ちゃんと輪郭はっきりしてそのまま前に出てるというか、うん、でもうちょっと触ってみますね、うん、感じですね、はい、まあラットやね、うん、ラットザ・ラットって感じの音です、うん、でなんかあのやっぱラット特有のっていうか、うん、これあれね、ラットやったらこのトーンじゃなくてフィルターやったっけ、なんかやったかな、なんか名前やってるなんかこの回していった感じとか、うん、あのなんかこう引っ込めていた感じとかの感じもほんまにもう、ま、ラットの感じやし、うん、俺なあの割と古いラット持ってんねんけど、うん、なんか今のラットよりもそっちに近い感じのニュアンスで、あの
すげえ使いやすいです、うん、でまああのラット得意のっていうかまあちょっとファジーなというか、うん、原因上げてる時にこうブチブチは言えへんけど、うん、粗い粗い感じで歪んでいく感じで、なんかね僕あのラットってまあみんなどういう使い方してるか他の人は知らないですけど、なんか割となんか4発キャビよりも2発キャビの方が、うん、なんか俺的にはなんかすごい使いやすくて、うん、なんなのな、もともとこう割とごっついクリーンに、うん、あの歪みをまとわすみたいな使い方がすごい、はい、あの僕は気に入ってて使っておりました、はいはい、で今でもそのちょっとこういう歪みがいるときはあの持ってって使ったりしますし、うん、去年も実際多分2回ぐらいレコーディングで使った記憶がございます、うん、はい、てな感じでですね、あのまた今回もですね例によって桶中で聞いていただきたいと思いますんで、うん、はい、そちらをお聴きください、どうぞ。というわけでいかがだったでしょうか。まあもうラットやね、うんうん、今も言ってたんですけど、あのこのレスポールというのね、あのこうミュートしてこうキャッキャッキャッってやった時のあの、うん、パンキーな感じ、パンキーな感じだったかもしれないけど、うん、なんかラットでも、まあ、やっぱりもう、うん、バンバンこんだけ歪んで、あのキャンキャー言ってくれたら、キャンキャー言ってくれたら、なんかオルタナとか、うん、まあパンメロコアみたいな時、まあ、僕らはね、うん、中高生の頃うん、みんなレスポールにラットを使って、まあ、メロコアしてハイスタートリアとしてましたみたいなのが多かったですし、まあ、なんかラットにしかない音というか、うん、まあ、エフェクターの音なんですけど、あなアンプっぽいとかじゃなくて、いわゆるそのもうあの音っていうのを再現するにはもう絶対、うん、ラットが必要不可欠なケースっていうのは絶対あるんで、うん、なんか普通のラットの、まあ、ラットもねめっめちゃ多いですよね。あのラットを打ちでこうしましたああしましたみたいなのめちゃめちゃあって、うん、その有名なメーカーもたくさんです。つい最近もなんかあの SNS でなんかあの立ち上がったメーカーのブランド参加なんかで一発の商品がその打ち的ラットみたいなやつでっていうぐらい今でもその、うん、ラットを追いかけてる人ってやっぱたくさんいるみたいなんで、うん、まあ持ってないんやけど興味あるわみたいな方はですね、もう世の中にたくさんいろんなラット系があるんで、うん、ぜひ何かお試しいただける、もちろんね本家のラット試してプラスそこからなんかちゃうな、もうちょっと足やこしやみたいなのがあれば、まあ、そういうモディファイ系のラットに行くのも一つの手かと思います、うん、ってことでですね今回は、ジャムペダルスの
ラトラプラスご紹介しました。普通のラットよりもう一発レベルの高い原因欲しい方はぜひおすすめなんで、うん、これもですね、2万円台で買えるすごいお手頃な価格なんで、音も作りやすい、音も作りやすいですね。ぜひ手に取って試していただければと思います。はい、そうしましたらまた、次の動画でお会いしましょう。エントランスオブザフォレストでした。バイバーイ。